まず現代の交流が古くからあるということについて説明を差し上げます。旅行や観光というのは我々の最も身近な文化交流の場であります。観光という言葉は中国の最も古い古典である易経という書の中に、国の光を見る、用いて王に宝たるに利すという言葉から来ております。意味は、観光というのは単なる、物見ではなくて、そこの場所の素晴らしいものというものを見て、それを社会に役立てるという意味です。